そう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 要は女の子のことあんま知らないんじゃないかと思われてる可能性があるわけですよ。なるほど、理系だけですよ。それはもうなんか、はい、悔しいですね。ということでですね、はい、今回やっていきたい企画がですね、はい、花尾と伝言どっちが女心わかってんの。イエーイ、俺が勝った。いやいやまだ、いや実はコメント欄では結婚なら伝言ってパターン結構ある。あー多い、結構いるから、だから付き合うなら花尾っていう。あー、そう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 。やり方としましては、今回ノエリンがですね、最低な男と女の子のシチュエーションみたいなを何個か考えてきてくれました、はい、そのエピソードみたいなものをもうなんとここで実演してもらいます。ほう、じゃあなぜそうなってしまったでしょうっていうのが、女心分かってるなら分かるんじゃないかという、なるほど、話なんで、我々はそれを答えると。はい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 。で、どっちの方がより女心が分かってるかを今回審査員3人用意してますので、もう素晴らしい女性有名人の方々3人用意してますので、まあもうねなんか逆に本来の姿そっちなんやっていうぐらいのやつが多いんですよ。逆にそうですね。ノエリンです。ひろまるです。んお前はお前だからね。どうも、君柳ひょじこです。おおちょっと男に求めるなんか条件みたいなのがあったりする。まあやはりファッションですかね。ああ、おおファッションファッションじゃあとりあえずね、やっていきたいと思います。はい、ということで、メイキッドバスオーイズバツに。それではまず一つ目のシチュエーションです。なんて一つ目のシチュエーションです。なんておーいよーいスタート。ねえ、すんくん。いや、土曜日この時点で悪いやん。この時点ではあかんやん、これも。まあまあまあ。土曜日のデート、どこ行くか考えてくれた？全然、どこでもいいんちゃう、別に。いや、私としては、典型すぎじゃん。この間、動物園に行ったから、今度は水族館なんてどうかなと思ってるんだけど。まあ、別にいいんじゃないか、それで。ほんまにあいつそんな感じそうです。そんななんか演技がなっちゃう。演技な。お昼はどこで食べる？まあそこら辺でいいんじゃん。何が食べたいとかあるかな？イタリアンとか。まあ別に食えれば別に何でも。こいつ死んだ方がいい。もうちょっとは考えてよ。何想定フレンディングやんな。フレンディングフレンディング終わりです。多分終わりです。終わりや、なるほど。やばいとこだらけじゃない。ノエリさん、どういう気持ちでこの問題作ったんですか？いや、どういう気持ちっていうか、私はそこまでやってくれるとは思ってなかったんですよ。想像以上の。まあまあまあ、ちょっと大げさかもしれんけど、いるよね、こういう人。あかんかったとこ全部書いてみようか。はいはい、それで勝負して。もう覚えてない。最低限の間違い探しと一緒やんけど。はい、はい、じゃあ僕の答えはこちら、はい、女の子に決めさせるなって言語道断。男なら無言で彼女を抱えて助手席に座らせて城崎温泉に連れて行くべき。車内の音楽はアイロンの今夜このままで一発 KO。 城崎温泉まで行くんやね。あのなんかイタリアン行くとかいう話してたね。もうなんかサプライズ、どこに行くか分からんけど、もうなんかナビとかもつけずに、もうブーンっていきなり急に、あいみょんのその音楽で、あ、今夜ちょっとワンチャンあるんじゃないかみたいなのを。僕ちょっと箇条書きで書いたんですけど、はい、僕こんな感じですね。まず姿勢ですね。ああ、それは思った。姿勢、話を聞く姿勢が、こうなってる。ほんまにそう。あれはちょっとやっぱ良くないでしょ。さすがにそれが。ちゃんと、せめてこう、相手にこうね。で、何でもいい、どうでもいいって言うと、やっぱり彼女が全部決めなくあかんくなっちゃうっていうか、もう興味ないんだって思われちゃうから NG。で、三つ目が、巨人子が怒った時フレミングしてるっていう。これ、マジでやばすぎた。これは、なんかちょっとあれかっこいいなと思ったけど。いやでもあれ多分もう次のテストとかも彼女とかどうでもなくて違うこと考えてるの。完全に。もっと具体的に、まあ会話に愛がないって書いちゃったんですけど。ああ、愛、ね。会話に愛がない。愛はなかった。まあ、全然もう女の子側からもうずーっとこう。あれやっぱりそれと同じ強さのベクトルで逆ベクトル返さんとやっぱり。
じゃあ審査員席のちょっと意見聞いてみますか。じゃあノエリンさんどうです、こういう人に出会ってしまったら。いやでも、うん、やっぱ女の子側が最初やっぱ土曜日にデートあるって言ったじゃないですか、うん、もう日程まで決まってるってことはもうめっちゃ楽しみにしてるわけなんですよ、はい、女の子リスニングテストやこれなるほど前提見せなかったな、その前提ちょっと聞こえてなかったな、その前提そこまでこそ掘り下げた、なるほど、ちゃんと聞かなあかんのや。でもその日のために私楽しみにしてきてるのに、うん、お前なんやその態度はってなるじゃないですか。まあまあ、なるわ俺なる側や。広間さんどうすか、こう聞かれたら具体例を何個かあげるのがやっぱり最善策だと思います。こなれ感出てるな。じゃあ審査員の結果オープン、はい、せーの、おあの、巨子先生勝利したやっぱり無理やり感がちょっと女心読めてない感それあるとサプライズって嬉しいんじゃない、女の子。無理やりとサプライズは違うんですよ一緒やんかおいおいおい、まだ1問目やぞ。はい、では次のシチュエーションですどうぞ。ふんくん、ごめん、待った？待ったな素直か、お前ちょっと、服、悩んでて遅れちゃった、ごめんね。まあ、じゃあ、早速行くか。終わり、終わり。いやもうなんかもう、いや、いいとこは確かなかったけどさいいとこは垣間見えんかったけど、あ、終わり。俺結構今回いけてると思うんだよね。勝った。しかも俺なんかドラマチックやから。俺もドラマチック。俺でもどっちかでも俺アンビリーバブルかしら信じられないビリーバブル。俺ちょっと今回言っていい、俺から待ったことに対して、うん、直接待ったって言い過ぎてるという話ですね。まずこれ気を使ってないってところで、まず花壇の松潤、うん、で雨の中5時間ぐらい待ってるんですけど、はい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 、その時に牧野つくしが来てただ抱きしめるってシーンがあるんですけど、はいはいはい、それを やるのがキチって書いてます。それをやるのがキチって書いてます。マジで。マジかお前。でもう一個ポイントあって、これもう一個ポイントあって、メイクに時間がかかったっていう一言があったよね。ってことは今日は結構頑張ったってことだから、そこは褒めてあげるべき。僕の回答。はい。女の子にごめん、待った？と聞かれたら、一番人気のアトラクションに待ち時間がなかったらおかしいだろ。ねえ、こっからすごいのよ。というのがキッチン。ここやったね。かぶった。というのがキッチン。いやいやいや、そこかぶんのはキッチンかぶる。だからもはやアトラクションやから、むしろ、待ち時間ゼロの方がおかしいっていう。あのアトラクションっていうのは、うん、その待つことに意味があるという。そなるほど。次じゃ、もうすぐでやっと来た、はいはいはい、やっとこの瞬間がみたいな。はいはいはい。じゃあちょっと判定お願いします。私はおっしゃー、嬉しい。嬉しすぎる。やばい、あの2票嬉しすぎる。ありがとう。はい、電源。おー、来た。ロジックダメ。危ない。ロマンチストのかけらもないやつね。あいつ。どこがですか。もう尽くしてほしいからとりあえず待ってほしいし褒めてほしいみたいな。でもそういう人ってさ、はい、俺が待たした時めっちゃ怒るくない？そういう人って、まあ、あの場面だけじゃないっていうところです。こちらです。しゃーやったー。意味が分からない。あの場面だけとか言っちゃう。完全にこっちの振り。いやこっちの振りやって。俺だってメイクとかまで考えてやってるとかさ。友達の話したらウケるんで、デート遅刻してたら彼氏こんなこと言ってきたんだけどウケるって言えるんで。ああ、なるほど。女の子側のそのウケの話のネタ。はい。イエーイ。ワンチャンツイッターで5000人ぐらい来るんで。ああ。じゃあ、はい、終わりました。1対1と。今1対1ね。ここでね、ちょっと演者を交代して、それでは行きましょう。よーい、スタート。ねえ、うん、昨日さ、友達の美咲ちゃんとご飯行って、で、梅田の、小花っていうレストランあるやん。まあ、あれなの。あそこ行って、すごくない？うん、すごいな。話題弱しかも、すごくない？いいよ。めっちゃ美味しくて、うんうん、前菜がまずもう映えの映え。ほうほう。で、美咲ちゃんがもうね、
めっちゃ揺さ取るやん。うん、女子じゃないめっちゃ、まあ、すごくない？もういいよ。え、まだ終わってないんだよ。まだ終わってないんだよ。まだ終わってない。携帯箱見てさ、え、聞いてる？あ、聞いてる聞いてる、うん、聞いてないや。聞いてる聞いてる。もういい。もういい。ひろちゃん。終わりです。俺これ結構鳴ってるかもしれん。俺これはでもこれ結構鳴る。これむずいわ。でもこれだっていざ言われたら。これでもさ、おぞーす、おぞーす。これ俺多分な、心当たりめっちゃあるわ。共有っていうのが多分一つのキーワードだと思ってた。私がすごいと思ったことを共有する。俺はおもろいと思ったことしか共有せえへんでっていう。ビーゴ。はい、じゃあ僕の回答こちらです。女の子攻略のキーワードは交換。え、ちょっと待って。え、洋館今髪を着てなかった。たとえ実りのない話題でも一問一答しよう、はいはい、口と口を向き合い会話をする。これはもはやキスと同義。で、ちなみにこの共感という漢字、口という字が共に口を合わせるという意味がありまして、口があって、ちょっと待って、何共感の感っていう字あるでしょ、はいはい、口があってこのチュッチュッチュッみたいなやん、はい、これ全部ベロなんや、俺的に。ベロをこう、なんかこう交えてる。ベロをこう、あ、じゃあ共感の感で、感じるってそういうこと。ちょっと待って、ありがとうございます、本当に。まあ、彼女の話に、まあ、多分興味がないんでしょうね、多分。はいはい、だって興味がないんですけど、質問をまず返してあげるのが吉と。彼女の知り合いとかは、覚えた方がいい。ああ、そうだ。覚えた方がいい。これは、あの子ね、話題に。話題によく出るからこそ、ああ、その子ね、あの子ね、あの時のあの子ねとか、顔はあの子ねとかね。で、男が多分興味ないのはこれ、変えられへんのよね、なかなか。だから興味があるかのように錯覚させるために、まず知り合いを覚えます。で、知り合いを覚えることから、あたかも自分の知り合いなんじゃないかという話になって、深みにちょっとプラスさせて。結構、自分に自信を持つ。自己暗示、自己暗示だから、そう。しんさんの方よろしくお願いします。私が選んだのは、電話だ。ちょっとリーチ、リーチかけたらいいですよ。いや、なんか、アナウンサーのは、これを正解にしていいのかっていう。正解でしょ。じゃあ一気に開けましょうね、はい、せーの、やったー。もうやったー。でもどこが良かったですか、これでも。これは感じるの捉え方がキモすぎるって。一応今回僕が勝ったと、はい、ということで、じゃあコメント欄では、じゃあ今後はあの女のこと分かってるのは伝言って気持ち悪い。何自分で言ってんの。何自分で今ので一応株下がった。だから、あれですね、花尾さんかっこいいってコメントあったら、あのその俺に返信で、でも女のこと分かってるのは伝言。